大当たり。そちらがデータベースの入り口みたいだ。一部が水に浸かってしまっている。水位を下げれば先に進めそうだ。謎解きはまだまだ続くらしい。まずは。なるほど、確かにこの装置は楽器みたいだ。でもつまり音刻に欠けている音を5つ全て吸音台の後ろから音がする。欠けている音の一つのようだ。装置に入れてみよう。やっぱり旋律が灯された。そっちのリュークを鳴らせるようになったみたいだ。水の下から昇る竜章、鐘を鳴らせとはこのことか。新しい通路が開かれた。次はそっちか。他の音刻を探。変形に残像が。いや、本物ではない。透明なのか。だが破壊されても警戒モードは起動されないようだ。やけに静かすぎる気がする。次の音刻の情報？西に音があるようだ。よし、これで2つ目ゲット。装置に戻しに行こう。水位が下がり、東と西にそれぞれ竜湖が出現したようだ。他の音刻の手がかりならそっちにありそうだ。一旦降りて行ってみよう。こっちが正しいみたい。指示にここまで手が込んでるとは、実に霊因だし。反対側の竜子も解除したみたい。念のため離れる前に確認してみよう。もう一つの竜章が登ってきた。でもロックされてるらしい。まずは通路をつなげないと。そっちの音、音刻か？やっぱりここだ。でもまずは投影された残像を何とかしないと。ここに交流の命綱といっても過言ではない重要な場所。投影だけで逃れるとはとても考えにくい。3つ目の音刻も入手した。吸音台に戻ろう。役に立ちそうなものはありますか？
新しい足場が登ってきた。道をつなげていこう。誰かの視線を感じる。暗黒の音だ。四つ目も入手。いよいよ終盤か。水位もかなり下がってきた。よし、あと一つだ。熱烈な歓迎だね。融合、これも音の力ね。ギャッ、行くよ。はい、万象は好みに。行くよ。これも音の力ね。響け。はっ、た。私に任せて。すべての音を集めた。吸音台に戻ろう。これでデータベースへの扉が開く。ここには誰もいないみたいだ。とりあえずレインが到着するまで使えそうなデータを探そう。道案内感謝するぞ、漂白者。いいところだな。ここには全てがある。ああ、この全てを隅から隅まで何もかも木っ端みじんにしてやりたい。俺がここにいることに何の疑問も抱いていないようだな、漂白者。それはなぜか。これ罠か。まさかこの程度で俺を捕まえられるなんて思ったのか。もう逃がさない。お前らの遊びに付き合ってやりたいところではあるが、その楽しみは次に取っておくとしよう。待て、逃げるな。
優秀消えろ。渦が同調。平気です、心配しないで。まだまだいけます。解明。腕章は好み。行くよ。これも俺の力ね。せい。我が剣の刺す先に。この身を刃に。油分。光で。これも音の力ね。腕章は好みに。やっ、月だらけね。響き渡る。はい。この身を刃に。やっ、これも音の力ね。行こう。これも音の力ね。響け。行くよ。油断した。これも音の力ね。電音。渦が同調。一気に行くよ。引け。障壁高く舞い上がれ。これも音の力ね。何か見落としている。響き渡る。これで終わりよ。これも音の力ね。この身を刃に。この手に集え。これからよ。獲物が自らやってくるとは。今ここは二人きり。まずはその怒りを沈めてみよう。俺はただお前に忠告したかっただけなのだ。その目に映るものすべてが真実とは限らない。他人の言葉を疑え。何事もすぐに結論を出そうとする。本当にとんでもない石頭だな。なぜ俺を信じない。それとも力ずくで説得する以外に道はないのか。うつが同調。心配しないで。
くよ。これも音の力ね。この光で、この身を刃に。ふっ、腕章は好み。この身を刃に。上仏が同調。心配しないで。これも音の力ね。